美味しい。ブロッコリーのクタクタが美味しいのかな。ホクホクした感じ、ね、ちょっとソースみたいなんだよね。美味しい。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは、はい、今日は塩豚とブロッコリーの煮込みでございます。いいですね、塩豚シリーズ。シリーズです、はいはい、もう数えると、はい、25本目ぐらいですね、塩豚で。25本目ぐらいね。ちょっと曖昧な曖昧なところあるので、はい、25本目ぐらいです。いや、じゃあもうあの折り返しきましたね。目指せほら50なんで、はい、そしてレシピ本、レシピ本、塩豚レシピ本、はい、50品を届けるっていう、はい、すごいね、折り返しですよ。やってすごいですね。ただ具材変えてるだけですよね。国産の豚肩ロースを塊でご用意しております。そしてブロッコリー2房今日使います。たっぷりですね、はい。で、白ワイン、ニンニク、ホールペッパー、ローリエ、塩、コショウ、オリーブオイルです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、日々の皆さんの献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、まずは塩豚を作ります。豚塊肉をマリネしますね、はい、はい。約 1% のお塩でまず揉み込んでいます、ね、これでね、あの豚が柔らかく仕上がります。いや、もうすぐね、塩豚選手権も迫ってきてますからね。ああ、そう、決まってましたっけ。はい、決まってました。年内あの塩豚選手権開催予定。あ、マジですか、はい、それはぜひね、開催して、はい、やっぱ新玉が出た時に満を持して、満を持して、はい、塩豚選手権開催しますか。開催しましょう。はい、それではニンニクをスライスしますね。豚肉と一緒にマリネするニンニクですね。ではジッパー付きのね、袋、こちらに豚肉を入れます。で、ここにカットしたニンニクが、1かけ分ね、入ります。さらにさらにローリエ1枚ね、ちょっとカットして、オリーブオイルが大さじ約1ね。はい、ではね、よくね、揉み込んであげます。揉み込んであげたら、しっかり空気を抜いて、はい、いいですね。これで、少なくても数時間、できれば一晩はこの状態で、美味しく、お肉にね、塩が入ってくるようにちょっと待ちたいと思います。で、これが昨晩マリネしてきた塩豚でございます。これは常温に戻してから焼き始めます。はい、では、今日一緒にね、塩豚と煮込むブロッコリーでございます。小房に分けたいと思いますね。クタクタになりますから、割と大きめでも大丈夫です。それでは、もうね、これオイル漬けになってますから、オイル引かずに豚肉ソテーしていきます。ちょっと軽く火つけたらもうすぐ入れてくださいね、温める必要ありません。で、ニンニクとね、ローリエは焦げる前に取り出してください。しっかりオイルもね、絞って使い切ります。豚にしっかり焼き色つけていきます。もう全側面焼き色つけております。ここで火入れる必要は全くないですね。焼き色がついたら転がして、ニンニクとローズマリーを一度取り出しますね、こう焦げないように。豚肉に全面ちょっとね、焼き色、美味しそうな焼き色つきました。じゃあ一度取り出します。はい、美味しそうね。まだ全然火は入ってないですけど、これでね、こう旨味が逃げないね、ぎゅっとこの中に旨味が閉じこもりますんで、このぐらいまで焼いてください。ちょっと鍋の温度が下がりましたんで、もう一度オリーブオイルちょっと足してね、豚の脂もしっかり出てますけど足して、火にかけたらブロッコリー入ります。一つまみの塩をブロッコリーにします、うん、ね、ブロッコリーからお水を、ね、出しながらちょっと炒めましょう。ブロッコリーでもうさっと炒めたら白ワイン、ね、入ります。もう旨味をちょっとこう鍋肌についた旨味を注ぎ落とします。ここまで来たらニンニク戻し入れます、ね、はい、戻し入れて、ローリエも戻し入れてください。そして豚も戻し入れましょう。こうかな。で、美味しいお汁が出てたらもうここも一緒に入れてあげると。さらに、ホールのブラックペッパーです。はい、何粒入れたら、もう今日なんか10粒ぐらいだね。あ、そうっすか、はい、今日はあのいつもざっと20粒ありますけど今日は10粒ぐらいです。はい、ここまで来たらもう火をごくごく弱火です。水もいりません。こうブロッコリーから出て
まあ、ストーブの場合ね、他のちょっとお鍋の場合はちょっと水分蒸気が出ちゃうかもしれないで、その場合ちょっと水足してもいいですか。そうですね、はい、ちょっとずつ足しながらね、はい、焦げつかないようにね。開けてみましょう。ドーン、おいーす。いや、いいっすね、やっぱ、はい、さすがストーブ、水いっぱい出てます。一回火止めて豚肉取り出します。どれぐらいできます今日は。豚汁の気分としては、青白だった。今日もね、ちょっとブロッコリーが崩れますから、はい、巻いて食べたいですね。なるほど、巻けるぐらいの薄さにします、はいはい、じゃあスライスしますよ。いやー、完璧ですね。何もしてないけど完璧な火入れ。ラーメン屋でいうとこの五角チャーシューぐらいの、そうですね、厚みですね。はい、ですね。青白としては薄切りです。あの、普段の青白はこれの3倍の厚さでお届けしてますがブロッコリー巻こうという、ね、じゃあここのお塩加減だけ見ましょうね。もうくたくたです、本当美味しいです。もうお塩いらない、最初のつまみ、一つまみのお塩で十分優しい味になってます、うん、ほろほろにもうね、煮崩れそうなブロッコリー。ブロッコリーまだありますよ。でもこのぐらいにしておきましょう。そしてしっかりと油のった豚肩がドンと乗りますね。横に添えといてください、それ。はい、乗り切らないのはここでドンと。ドーン、はい、いやー、できました、素晴らしい。はい、それでは最後仕上げでございます。オリーブオイルとペッパーいきましょうか。完成です。はい、はい、うん、おいしい。なんか毎回塩豚って何かしらの感動がありますね。あるね。なんか野菜を変えるだけでね、本当に味わいが変わる。トロットロのブロッコリー美味しいね。これはもう茹でたペンネ入れていただいて、散々これまでもパスタソース、パスタソースって言ったけど、これが一番、これが一番いいね。そしてペペロンオイルいってもいいですか。バッチリだね。ブロッコリー自体が甘いから、これで引き締まるね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日使った調味料、そして今私が飲んでるワインは、我々のネットショップ青酢ターボラで販売しております。よろしければ覗いてみてください。はい、振り返り反省トークです。今日の、ポイントをもう一回、まあ今日のポイントはですね、はい、やっぱり豚をしっかりねマリネして、うん、柔らかく塩豚を作った後に、うん、この焼き目をつけてね、うん、コーティングすることです。その上、その豚の油エキスが染み出たブロッコリーがしっかり吸って、で一つ、まあ、一体感のある料理ができると、はい、ね、今日のポイントでございますね。まあ大きな反省としてやっぱペンネ 7×21 個入ってなかったことかな。あ、最後ね、やっぱそこポンと入れてもらわないと。ペンネ7なんですね。ペンネ1人7です。ペンネ1人7なんですね、うん、それ以上ちょっとあのね、じゃがると取りすぎだからね。取りすぎなんでちょっと7本にしてください。じゃあ今後の仕事必ずペンネ7本、7本、1人7本ね、7本ね、はい、それ以上はダメです。はい、はい。